ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、あの TOKIO の永瀬智也さんが、うん、永瀬くん永瀬くん永瀬くんが来年の3月、うん、今が2020年なので、うん、2021年の3月に退所しますと、うんうんうん、で残った3人、うん、城島くん、国分くん、うん、松岡くんが、うん、株式会社 TOKIO を立ち上げます、うんうんうん、っていう話に今なっており、うん、じゃあね、うん、この退所が決まった、うん、永瀬くんが、うん、まあ、エニアグラム的に言うと、うん、何タイプに見えたか、何タイプに見えたかっていうのをお話ししたいと、うんうん、でいろんなサイトで、うん、永瀬くん、うん、エニアグラムって調べると、うん、結構言っているのが7って言っているところがちょこちょこ多いかなって思いまして、うんうん、あの明るいところとか、うん、うん、って思ったんですけどもまずまだそれについて何も話をしてなくて、うんうんうん、何タイプかと思ったかを、うん、まあ一斉のでです、ちょっと、うんうん、いいですかね、うん、はい、一斉ので、8、あ、僕も8、あ、8に見えましたよね。8に8入ってる感じは、そう、なんかそう、でも8のように怖くはない感じはするので、はい、よくわかんない感じですね。そうですよね、うん、で8って思ったポイントとしては、うん、まずそのガッツセンターに見えたんです、うん、原センター、うんうん、891、うん、にもうどこからどう見てもそれにしか見えなくて、うんうん、それはわかります。あのまず、うん、よく、まあ、体型関係ないかもしれないんですけど、うんうん、よく言われるのが体も大きいみたいな、うん、どっしりしてる、どっしりしてるって言われるのと、うん、まあ、そう、声の出し方、うん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 、あとその例えばよくいろんな番組、ジャニーズさん、うん、例えばキンキキッズさんがやってる番組、うんうん、嵐がやってる番組に出る時の立ち振る舞い、うんうん、あのキンキキッズのとこ行って、よー元気みたいな、うん、上からドーンって肩を組んで、うん、かります、とかその嵐の相葉くんとツーリングに行きますみたいな、うんうんうん、その時の相葉くんへの接し方とかがあ、もう蜂だなって、うん、あ、うんうんって感じですかね。うんうんって感じですね。でやっぱどっしりした感じとか、うん、で蜂って自己主張じゃないですか、はいはい、でもそれテレビに出た時、うん、例えば TOKIO の、うん、TOKIO が回している、うんうん、TOKIO が主人公の番組にゲストが来ました、うんうん、っていう時は大体国分くん、うんうん、わーって喋って回してる感じなんですね。なんで国分くんはなんか3っぽいのかなって、うんうん、コメンテーターもやったりとか、うんうん、でちょっと思いながら、うん、あと天然のように見えるんですけど、うん、そのもう知らないものは知らない、うん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 、でも恥ずかしげもなく言うみたいなところとかも、まあ、多分その辺本能センターの人はそんな感じですよね。あ、要は取り繕ろうとしない、しない、はい、素で行こうとするみたいな、はい、でなんかそれがちょっとトンチンカンの答えでも全然、うんうんうん、だからなんだみたいな、だからそうにだから堂々常に堂々としてるんですよね、うんうん、でゲストが来た時とかも全然自分からはなんでベラベラ喋らない、うんうんうん、ような、うん、そのどっしりした感、うんうん、とあとはその山口くん、うん、まあ、うん、とある、うん、事件で、うんうん、今ちょっと活動休止してるんですけども、うんうん、そのいや TOKIO のベースは山口達也しかいないんだと、うんうんうん、もう守る、守る俺仲間を、仲間を守るって、うん、俺が守るっていう雰囲気とか、あとはなんかその俺たちは、うん、そう農家じゃないと TOKIO はね、よくなんかその鉄腕ダッシュ、鉄腕ダッシュで、うん、よくそのネットとかでは、うん、もうプロだと、うんうんうん、プロの農家だ、うん、みたいな言われ方をしていて、うん、いや歌を歌わせてくれよと、うん、確かにそのジャニーズ的には、うん、あまりそのなんて言うんだろう、
他のメンバー他のグループに比べるとそんなに、要は歌って踊るタイプじゃないと、まあタイプじゃないっていうか、歌って踊らない歌ってまあバンドですからね、でも演奏ですよね、っていう俺はアイドルじゃなくミュージシャンなんだ、歌いたいっていうのが強かったのかなと、でも逆になんかまあ器用な面もであの、まあメンバー時代っていうメンバーの器用さが器用さと一生懸命さが鉄腕ダッシュで花開きプロだって言われるまでになってるんですけども、ごめんなさいね僕ばっかり喋ってまとめてきてしまったあとはその恋愛騒動、例えばその浜崎あゆみさんとか愛部咲さんと噂があった時に隠さない、隠さなかったんですか？もうなんかその浜崎さんとそのちょっとイチャイチャするのをまあ映ってるっていうのを分かった上で前はやってるとか、いや空港出た時に同じところにタトゥーがあるとか、もう全然それが何かみたいな感じとか、例えば売れてる永瀬くんと相武咲さんがファミリーレストランでデートします？顔出してファミレス行くんですよ、何もせずに、でそこを撮られてるんですよ、で普通なんか隠してる隠してコソコソしてるところを撮られるんじゃなくて、いや付き合ってんだと堂々としてる、堂々としてるところがもうハチっぽいなって、そう、ハチっぽいなとは僕も思ってたんですよね、はい、でこのやる前とかに、はい、ピューポイって言ったじゃないですか、あずっとその永瀬さんのふわって自分が見てる、何も考えずに永瀬さんが出てるパートパートを見ていくと、そのとぼけたところにしか僕はすごいマイペースです、笑顔ですのところにしか目を向けてなかったので、あ急なんだろうなって、もう超マイペース、でまあわーって喋るタイプじゃないので、引いて見える、引いててマイペース、まあ、なんか周りのメンバーがよく喋る感じですよね、なのであもう絶対9 、あのガッツセンターは間違いない、で絶対9だって思ってて見ていくと、あもう8にしか見えないあなんでその体調、これやる前に話をしようとしたのは、9で8のウィングなのかなとか、7で8のウィングなのかなっていうのはちょこっと思ったんですけど、でもまあそのあるライターの人が言ってたのは、あのいろんな海外も含めて、いろんなその映画俳優とか、海外も含めてですよ、あのハリウッドの含めて一番男らしかったのは永瀬くんだと、もう惚れた、男が惚れたっていう、もうすっごい男っぽいっていうのを出してて、あやっぱり超八なんだなって、そう、まあ九だって言われて、まあ、そういった部分もあるかなと思ったけど、でも同じ匂いがしないって感じだったんですよね。なので九じゃない気がするなみたいな。エニアグラム的に言うと、永瀬さんは八なんじゃないか。八なんじゃないかっていう、まあ、僕たちのあれですよね。だとすると、同じ時よりは、その同じく男っぽい松岡君がいますと、いろんな番組に行ってはおめえ礼儀でしっかりしろよみたいなのを嵐に諭す、兄貴って言われる、松岡君どう思います？まあでもどうですかね、今抜き打ちで聞いてますけど、永瀬君やりましょうで言って、永瀬君やりましょうで、僕永瀬君ずっと昨日見てましたから、でも僕松岡さんは、あの6なのかな、それも全然分かんないです、だから見ていくと、そのルール、ジャニーズにあるルールだとすると1もあるかもしれない。あ確かにでもなんか松岡さんはなんか 8には見えなかったんですね、同じようにそのがたいもでかくて、どっしりした感じはしますけども、そのまあ、ちょっと調子がいい感じがもするんですよ、そう、
いや蜂にそういうとこってあまりない、うん、ないよなと思って、うんうん、結構空気を読んで、うん、出るとこはまあって喋りますよみたいな、うん、そういうちょっと器用さもあったりみたいな、うん、ところで、あ、まあエンターティナー、7っていうことも7もあるかもしれない、はいはい、城島さんはどうです？城島さんはリーダーですよ、 TOKIO のリーダー、リーダーはちょっと有利っぽい感じがしますよね。そうなんですね。すごい引いた感じしますよね。すごい引いた感じする、はい、あのメンバーの中にいて、はい、すごい一人引いてる感じが、でなんか、うん、5でもないし、うん、9っぽくもないし、うん、そうすると残るは 4なんですよね。どうなんですかね、まあ、こればっかりはちょっと分かんないです。分かんないですけどね、まあ、でも5っぽくはない。そう、5っぽくないの、有利でも5っぽくないんですよね、うんうんうん、そうするとでも僕の中ではまあ4か9かみたいな。はい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 、だとあとは山口くん、うんうん、山口くんは僕の中では3です、うん、なんとなく、うん、見た目キリッと、うんうん、まあ、あの、あ、これやめとこう、いや、なんか渡部さんと同じような事件だったなって、まあ、あれ、あそこまであれじゃないんですけども、うんうんうん、あれどういう事件でしたっけ。NHK で出てた番組、うんうんうん、いや女子高生として番組やってたんですね、うんうん、女子高生と、いや、であとは、まあ、女子高生かどうか分かんないけど未成年者にそのキス的なことをしたよっていう、うんうんうん、あ、でもそうすると、はい、あ、まあでもな、3の人は口説くじゃないですか、はい、多分そうですね、うん、一生懸命こっちに振り向かせようと、はいはい、営業マン的にアプローチをかけるみたいな、はいはいはい、そう、無理やりするかなみたいなところは、その話もどこまで本当かどうか分かんないですけどね。そうですね、そう、ただまあ、なんていうの、 TOKIO の中で、うん、あの国分さんが3っぽいとか、うん、まあでも6の可能性もあるかな。そうなんですよね、なんか上手な感じがするじゃないですか、はいはいはい、みんなに合わせて、はい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 、場を読んで、場を読んで、ここ僕が出る、うんうん、松岡君が出るみたいな、まあ、仕切るのもなんか6の人も上手そうじゃないですか、まあ、上手い人は上手いですよ、ね、うんうん、っていうでも、うん、永瀬さんが8だっていうのだけは、うんうん、ちょっとなんか確信してるんですよね。あ、僕も第一印象8ですよ。だとすると、うん、で、じゃあ独立して裏方に回るって言ってるらしいんですね。で、まあ、でもまあ本心は多分歌がやりたいっていうことだと思うんですけども、うんうんうん、何かそのタイプ8、うん、もしくは永瀬さんが見ていただいてますと、うん、ありがとうございますと、うんうん、の時にタイプ8へのアドバイスとしては、うん、人に向かう、人に向かう、人を守る、うん、いや自分がってやるんじゃなくて、うん、なんで山口さんを守るっていうのは結構、うんうん、なんで良いというか健全度的に、健全、まあ、だから健全度高い感じはしますよね、まあ、そうですよ、じゃないとあそこまで売れないですよね、うん、でこう多分仲間だけじゃなくてもっと広げるって話ですよね、きっと蜂の人だとすると。なるほどなるほど、本当にこう狭い仲間だけを守ってそれ以外は敵だみたいな感じじゃないですか、はい、はいはい、だけど、まあ、その敵はないんだみたいなとっていうのが多分健全度がどんどん高くなって、ああ、なるほど、もうみんな守ってやるみたいな、あ、なんで、あ守ってほしいっていうのが多分タイプ8の健全度が高い人。なるほど、もう、 こう仲間だけじゃなくてもうみんな守ってやるみたいな、はい、なんてところで、はい、永瀬智也さんはタイプ8ですと、うん、丸書くいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。